こんにちは、ライダーロックです。今日はですね、今年の走り納めに来ました。こちらの方雪国なんでね、来週あたりからもう雪とかの予報がちらちらと出始めたんで、さすがに今日で、今年はこれ以上走れなくなると思います。なのでね、今日はちょっと寒いんで、ちょこっとその辺ぐるーっと2時間か3時間くらい一走りしに来ました。これからだいたい12月、1月、2月、3月、もしかしたら4月半ばくらいまで雪で走れなくなります。いや、雪国って不便ですよね。これ関東に住んでた頃は12月でも1月でも寒いのを我慢すれば走れたんですけど、こっちの方は寒いのを我慢しても道路に雪が積もってるんで、バイクじゃとても走れません。まあ、例外としてね、125cc 以下はスパイクタイヤとか確か履いても良かったはずなんで、走ることは一応できるらしいんですけど、普通のバイクはまあ走れないんで、今年はもうこれでバイクとはしばらくお別れになっちゃいます。まあ、バイクも雪が降るんで、今まで普通に屋外にバイクカバーかけて駐車していたんですけど、あ、寒い。これから雪が降ってくるとね、あの屋根付きのところに置いてやらないといけないんで、小屋の奥の方にしまって、まあ、キャブのガソリン抜いてね、それで保存することになります。でね、先日 YZF600R サンダーキャットヤフオクで売って、で次にオフ車かリッターバイク買おうかと悩んでいたんですけれども、オフ車を買うことにしました。リッターバイクも良かったんですけど、オフ車がね、あの知り合いのバイク屋さんにちょっと探してみてって言ったら、なかなかいいのを探してきてくれましてね。いや、なかなかっていうか、本当綺麗なバイク、20年ぐらい前のバイクなんですけど、サビもほとんどなくって、走行距離もあくまでもメーターですけど1万キロ、ただまあフロントのブレーキパッドの減り見ると1万キロは多分超えてるだろうなっていう気はするんだけど、でも全体的に見てもやれ感も全然ないし、すごく綺麗なバイクでした。でもうその場で即決して、じゃあこれ買うっつって買って、お金も払って、ただこれから冬なんで納車は春先になります。で買ったバイクなんですけど、それは春先の楽しみにしてもらいましょうかね。まあオフ車に決めましたということで、まあどういうバイクかは来年の春に実際に乗りながら皆さんに発表したいと思います。ちょこっとね、あの敷地内だけ軽く走ってみたんですけど、本当にちょっと十数メートルぐらいね、あく敷地内ですよ、ちゃんとあのナンバーもついてないし、敷地内をちょこっと走ってみた感じ、まだ整備していないんですけど、あのオイルとかなんだかんだだけど、きちんと走ってくれて全然何の問題もなく、もうあの未整備のままでも走れるんじゃねっていうくらい状態良かったです。いや、もう即決で決めちゃって、あとはあれなんだっけ、出てこね、スマートフォンのホルダーつけるから USB 電源、それだけちょっと追加してもらおうかなと。それでお値段22万3000円、
なかなかね、ありがたやっていう感じ。多分結構安くしてくれたんじゃないかなっていう気がします。ありがたいですね。ちなみにそのバイク屋さんのツイッター概要欄に書いておきます。もしよかったら参考にしてみてください。ヤフオクとかでもバイク出してるみたいなんで、まあ、何か興味があるバイクがあったらぜひとも買ってみてください。まあ俺が宣伝してもしょうがないんだけどね。あっちの方が YouTube の登録者数がもう数万人レベルなんで、俺みたいに数百人レベルじゃないですからね。まあそんなこんなで新しいバイク決めちゃいました。でも乗れるのは、何ヶ月後だろうね。4ヶ月後、5ヶ月後、わかんない。わかんないね。今年の冬は雪どうなるんだろう。まだまだ先なんだけど、まあせっかくオフ車買ったんだから、オフロードコースとかも走ってみたいし、オフロードコース走るってなったら、オフロードブーツ、あとオフロードヘルメットは必要なのかな。普通のヘルメットじゃダメなのかな。ちょっとそこら辺は俺詳しくないんでわかんないんだけど、まあブーツは必要ですよね。オフロードブーツと、あとなんていうんだ、元ジャージ、ジャージっていいのかな、なんかそういう着る服、まあ泥跳ねとかするだろうし、まあ、そこら辺もちまちまと買ってやんないといけないかなっていうとこです。いや楽しみですね。実際に来るのが、まあ、4月、まあ、多分4月半ば頃かな。雪の具合によるけど。ちなみに今回買ったバイク、確か空冷だよな。水冷じゃなかったと思うんだけど、空冷単気筒、初めての単気筒なんですよね。今持っているこれ CBR250R の MC19 ハリケーン、これ見ての通りタコメーター18000、これとはやっぱり全然違うらしくって、ガンガン回すと焼きつくらしいですね。なんかそのバイク屋さんの友達もガンガン回して走ったら焼きつきましたとか言ってたらしいんで、ちょっとそのあたりだけね、気をつけていこうかなっていうふうに思います。昔ね、単気筒1回だけ乗ったことがあるんですよ。あのバンバン200っていうのを、あの事故った時の台車で乗ったことがあるんですよ。その時はね、まああんまりにもパワーがなくてびっくりしましたね。なんか全然走んないし、回んないし、なんか CBR のつもりで回していったらあっという間にレブに当たっちゃったって。うん、まあ、今回買う短気筒のオフ車はどんな感じになるのかなとかちょっと楽しみです。スペックを見た感じだとレッドゾーンはおそらく1万回転くらいまであるだろうと思うんですけど、あれタコメーターがついてないんでわかんないんですよね。なのでちょっと不安なところっていうのはあります。回しすぎちゃわないか、ちゃんとレベルリミッターが効いてくれればいいんですけどね。よし、じゃあ今年最後のツーリング楽しんできます。あと新しいバイクが届いたら、まあ、新しいっても新車じゃないですよ。20年前の古い中古車ですよ。新しいバイクが届いたら、またそっちのバイクの紹介動画も出したいと思います。それでは、バイクの動画ね、ちょっとこれから冬になるんで、しばらく出さないだろうと思うんですけど、また次の動画でお会いしましょう。それではまた。